ウィルヘルム・プラーゲは、ドイツの外交官で、後に、日本の多くの旧正高等学校でドイツ語を教えた。また、欧州の楽曲について、日本の放送局などに、高額の使用料を請求し、プラーゲセンプルと呼ばれた。名は、ウィルヘルムと表記する方がドイツ語の発音に近い。1888年、オーストリア・ハンガリー帝国内のドイツ人、居住地であったライヒエンベルクで誕生。 父親はプロイセン国籍の商人であった。1908年、ベルリン大学で法律経済学と日本語を学び、1910年に日本、ご通訳試験に合格。1912年6月から1913年まで東京のドイツ大使館に、1913年から1914年8月まで長崎のドイツ領事館に勤務。 ワシントン DC 勤務や第一次世界大戦従軍を経て、1920年には東京のドイツ大使館副領事となる。1921年8月にドイツ外務省を退職し、1922年3月から1925年6月まで旧正松江高等学校にドイツ語教師として勤務。この間、1922年6月に結婚している。 1925年にドイツに帰国。1927年にハンブルク大学で博士号取得。1928年に3度目の来日を果たし、旧制松山高等学校に勤務。1929年4月から1931年3月は、旧制第一高等学校に、1930年3月から1933年12月は、 旧政府立高等学校にドイツ語教師として勤務した。1931年に欧州の著作権管理団体の委託を受け、放送局などに楽曲使用料の請求を開始、プラーゲセンプルと呼ばれた。1937年には著作権管理団体、大日本音楽作家出版社協会を設立、山田工作などの著作権管理を行う。しかし、 1939年に成立した著作権に関する仲介業務に関する法律によって著作権管理団体が許可制となり第二本音楽作家出版社協会は許可を得られず翌1940年10月に解散した1941年法典史で開設した当亜コピーライト事務所が仲介業務法違反で罰金600円の判決を受けドイツに帰国 1969年死去、ありがとうございます。